源試験装置や映像処理関係の分野において活躍を続ける計測技術研究所は、第23回電源システム展テクノフロンティア2008において電源自動装置シリーズを展示しました。電源自動検査装置の PW600E シリーズなんですけれども、超高速ということで、高速にスイッチング電源の特性検査を行うことができます。例えばパソコンですね、パーソナルコンピューター、パソコンとかコピーとかファックスとかフラットパネルディスプレイとか、そういったものの中に必ずスイッチング電源が入っております。そのスイッチング電源の出荷検査をするために、弊社の PW600E は世界各国で使われております。また従来の製品に比較して、検査項目によっては 200% 以上の高速化を実現しました。手作業で測定をされていたところは、一つの電源の検査をするのに非常に時間がかかるんですけれども、こちらの検査装置を使いますと、大体おおよそ15秒から30秒、その程度の時間で一つの検査を終わることができますので、非常に早く作業を終了することができます。Dig Info News。